皆さんこんにちは、スピンギャーチャンネルよよまよです。今日は9月10月の開催されるイベントの告知をさせていただきます。もちろん9月のイベントはもう終わっているので、振り返りも兼ねてスピンギャーチャンネルでお伝えしようと思います。それではよろしくお願いします。それではイベント一つ目なんですけども、 EFR 先日開催されましたね。こちらの大会、今までのヨーヨーの大会と違って新しい評価方法で評価するということで、そういった新しい評価方法での盛り上がりもあったりとか、今までになかった評価方法でスポットライトを浴びた選手も多かったんじゃないでしょうか。スピンギアからはタカさんが参加していて、ヨーヨーとコマのハイブリッドなパフォーマンスで結構衝撃を与えたみたいですね。来年5月もこのイベント大好評なので開催される予定となっています。もし今回行けなかった人、僕とかもそうなんですけど、行きたいなって思っているので、来年5月を待ちましょう。そして CKO チャイナけん玉オープン、中国のけん玉の全国大会なんですけども、こちらになんとスピンギアからはアキラさんが参戦してきました。会場現地の理解もおいおいスピンギアチャンネルでやっていければと思います。そしてこちらですね、けん玉といえばスピンギアで発売されているスピンギアけん玉フリースタイル、こちらも好評発売中です。こちらもアキラさんがデザインを担当していて、競技者が作ったけん玉ということで、かなり初心者から上級者におすすめのものになっています。詳しい商品レビューはまだ別で撮っているんですけども、よかったらこちらもご覧ください。そしてこれからは今から開催されるイベントの告知です。9月29日にはその名も騙されないでよう、その話詐欺かもようということで、皆さんもお気づきだと思うんですけど、このようはこのヨーヨーにかかったイベントになっています。こちらですね、昭島防犯協会創立70周年、昭島地域安全の集いということで、皆さんに詐欺とか気をつけてくださいよっていう PR にヨーヨーを使っていただくイベントになっています。こちらなんですが、9月29日の日曜日の午後2時からとなっております。そして今回グッズも用意されるということで、こちら入場の際に小学生以下のお子様には抽選券がございます。その抽選券でゲットできる商品が、警察のキャラクターピーポーくんとスピンギアのコラボしたピーポーくんヨーヨー、豪華な商品もあります。こちらも参加してみてください。さあ次のイベント告知なんですが、スピンジャム、こちらも開催されます。こちら日程が10月5日土曜日の9時から午後3時までなっております。こちらなんですが、八王子駅前テラスのあの芝生の会場になっています。スピンギアならではのヨーヨーコマけん玉スキルトイが勢ぞろいするお祭りみたいなイベントになっておりまして、初心者から上級者の方まで皆さんお待ちしています。こちらちょっとしたパフォーマンスタイムもということで、刺激をもらえるイベントになっていると思いますので、ぜひぜひ皆さん来てください。ちょっとね、夏も終わって過ごしやすくなってきてると思うので、青空の下で楽しむのもいいと思います。さあ9月10月と様々なイベントが行われますので、ヨーヨーフライデーというスピンギアのブログの方でもその様子アップされると思います。ぜひ細かい写真とかがね見やすいと思うので、こちらもぜひチェックしていただくとイベント情報を追えると思いますので、皆さん参加してみたいイベントがあるかどうかチェックしてみてください。はい、では今回のスピンギアチャンネル、結構イベントの告知が多くてサクサクとテンポがある感じになってしまいましたが、お楽しみいただけたでしょうか。ぜひ次のスピンギアチャンネルも見てください。よろしくお願いします。